般困難区域のうち特定復興再生拠点に含まれない地域は地元の自治体が再三にわたり除染などの要望をしてきましたが、今も解除の見通しが示されていません。こうした地域について自民党は昨日、住民の帰還の意向を丁寧に把握した上で2020年代をかけて帰還できるよう取り組みを進めていくことが重要などとする提言案をまとめました。また海への放出が決まった福島第一原発の処理水については風評被害対策のため基金を創設することなども盛り込みました。今後自民党は党内手続きを経て政府に提言することにしています。